ハイファンタジーハイファンタジーは、ファンタジーのサブジャンルの一つ。対立する概念として、ローファンタジーがある。ハイファンタジーの用語は、ロイド・アリグザンダーが1971年に発表したエッセイ、ハイファンタジーヒロイック・ロマンスで初めて用いられた。ハイファンタジーとは、現実の世界ではなく、架空の世界のファンタジーとして定義される。その架空の世界は一貫しているが、 現実の世界とは異なる法則で成り立っている。逆に、ローファンタジーは現実の世界に魔法の要素が含まれていたり、架空の世界であっても合理的で親しみのある世界に魔法の要素が含まれている。ウィリアム・モリスは架空の中性的世界を舞台にした数多くのロマンス作品を執筆したが、世界の果ての泉は最初のハイファンタジーの例とみなされている。また、 J.R.R. トールキンの指輪物語は代表的なハイファンタジーとみなされている。次のような定義もある。また、社会学者の高橋ひとしは、著書、ファンタジーとジェンダーにおいて、ハイファンタジーを以下の3系統に大別している。また、ハイファンタジーとローファンタジーは厳密に分類されるわけでもないし、絶対的な区分もない。一例として、 ハリー・ポッターシリーズは現代イギリス社会に魔法が入り込んでいるという観点からは、ローファンタジーであるが、現実世界から切り離されている、ホグワーツ魔法魔術学校内や学校周辺は異世界的であり、ハイファンタジーと言える。このように一つの作品で、ハイファンタジーとローファンタジーとの混交が起きることもよく、ある。ありがとうございます。